皆さんこんにちは、受験合格コピーの二宮です。今日はですね、中学受験生にとっての英語、これをテーマにしてね、お話をしてみたいなというふうに思います。今日のテーマに関しましては、コピー機のね、レンタルを申し込みいただいたお客様からリクエストという形でね、いただいております。なのでまず最初にね、そのリクエストをいただいている内容をね、簡単に読み上げてみたいなというふうに思っております。いつも YouTube 拝見しております。難関中学を目指す場合、受験勉強とは別に英語の先取り学習は必要ありませんか？よかったら YouTube で回答お願いしますということでね、リクエストをいただきました。リクエストいただいたお客様ね、ありがとうございます。そしてね、コピー機のレンタルすでにしていただいているお客様に関しましても、これからお申し込みをいただくお客様に関しましてもね、リクエストなんかがあればぜひお気軽にいただければというふうに思っております。あとはね、コメント欄でもいただければ、こういった形でね、動画で回答していきたいなというふうに思っておりますので、ぜひね、リクエストいただければというふうに思っております。ではね、早速今日のテーマについてお話をしていきたいと思うんですが、まず最初にね、今日は結論を、お話ししていきたいなというふうに思っています。で、まずね、英語に関しましては、今の段階でね、学習する時間があるのであれば、ぜひね、先取り学習なんかはおすすめしたいかなというふうに思っております。決して、損することはないですし、年齢が関係することでもなかったりしますので、やれる時間があるんであればですね、ぜひ英語なんかも取り組んでいただくのがいいのかなというのが、今日のね、お話の結論になります。これまでもね、英語に関しましては動画でね、何回かお話をしてきたなっていう記憶が自分の中にあるんですけど、過去のね、動画を昨日ちょっと見返しまして、自分がどんなことを言ってるかなっていうことを、見たんですけども、全部ね、見切れなくて、結構動画の本数増えてきたんでですね、当時言ってたことと今日お話しすることがね、もしかしたら違う内容になってた、なってしまうかもしれないんですけども、そんなことがあればね、あくまでも今の時点で、思ってることということで今日お話ししますので、もし違ったところがあればすいません、ご了承いただければというふうに思っております。でね、早速、その結論に対してね、なんでそう思ったのかっていう理由をね、この後お話ししてみたいなというふうに思っております。まずですね、このお客様、お申し込みいただいたのは、おとといの夜だったんですね。結構遅い時間にいただいたんですけども、たまたまね、メールで確認できるように自分はしているので、携帯を見て、そのリクエストをね、知ったんですけども、その時に近くにね、息子がいたんですよ。なので、息子にもね、どう思うっていうことで、少しね、聞いてみました。そしたらね、本人は、やれるんだったらやっておいた方がいいと思うよっていうふうにね、即答していたんですよね。ただね、中学受験を目指しているっていう、お話になりますので、一番の目標をね、目指している、第一志望として考えている、志望校としている、考えている学校に合格をすることっていうことがね、最大の目標になってきますので、無理をしてね、やる必要はないと思うっていうこともね、言っていました。本人ね、今英語非常に頑張っている状況ではあるんですが、やっぱりね、帰国生の子供たちであったりとか、小さい頃からね、英語頑張ってきている子供たちと比べると、少しね、その差を感じるんだっていうことをね、言っていました。その差を埋めるためにね、今一生懸命頑張っているみたいなんですが、その差がね、埋まるまでには、ちょっとね、もう少し時間かかるかなっていうふうに本人は思っているんだっていうようなことをね、言っていたんですよね。それ聞いたからね、今日の結論になってるっていうところも多少はあるんですけど、その言葉をね、聞いた時に、自分はね、親として少し思ったことがありまして、その話をね、この後してみたいと思うんですが、子供がね、小さかった頃から英語全然、親としてね、やっていなかったわけではないんですよ。むしろこれからはやっぱり英語って非常にね、重要になってくるんじゃないかなっていうふうに僕自身も思っていました。なので、英語のね、英会話教室みたいなところにこう、通ってみたりだとか、英語の CD を流したりだとか、DVD を流したりっていうことはね、実はやっていたんですね。なので、今もね、多少は、そのヒアリングというか、リスニングっていうところは、聞き取りが結構できていたりはするみたいなので、そういういい影響はね、残ってるかなと思うんですけど、やっぱりね、子供がだんだん大きくなってきて、3年生になり、4年生になりっていうふうにね、学年が進むにつれて、中学受験の勉強ももちろんあったとは思うんですけど、その他にもね、スポーツであったりとか、他の習い事、あとはね、友達と遊んだりっていう時間が、やっぱりだんだん増えていきまして、英語の時間がね、その分だ、フェードアウトしていくような形になっていってた記憶をね、思い出しました。で、当時ね、自分自身も、その英語最近やってないなっていうことで、気づいていたんですけど、僕自身がね、仕事で英語を使っていないので、
まあなんとなくね、まあいいかなみたいな形に思っていたなっていうようなこともね、今振り返ってみれば思い出すんですよね。まあその結果っていうわけじゃないんですけど、まあ一昨日のね、まあ息子の発言っていうのは、まあそういったところからも繋がってたりするのかななんていうことを、思ったりするとですね、まあやっぱり子育ての話になっちゃってすいません。やっぱりね、親が思っていたり、考えていたりしたことがね、数年後に、少なからずね、反映されることもあったりするんだな、なんていうことも、昨日ね、おとといか感じたりはしましたので。なので皆さんね、今お子様に対して英語非常にね、やっぱ重要かなっていうふうに思ってる部分があるのであれば、ぜひね、ちょっとでもいいので、英語を取り組んでみるっていうのをね、やっぱりお勧めしたいかな、なんていうことを思ったりしています。あとね、大学受験っていうところを見据えてのお話をね、最後にしてみたいなっていうふうに思うんですが、よくね、進学校に通ってる子供たちの中で、まあ、高校2年生とか高校3年生になってからね、一気に受験へのスイッチを入れて、勉強をね、受験勉強頑張って、現役でね、難関大学に合格しましたなんていう話をね、聞いたことが皆さんもね、あるんじゃないかと思います。僕自身もね、やっぱり親としてそういう話ってね、非常に興味深いなと思って、よくこう聞いたりするんですけども、まあね、詳しくお話を聞いてみると、英語はね、比較的できていたんですよねっていう話が、まあ多いんじゃないかなっていう印象がね、あったりするんですよ。まあ決してね、一概にそうかと断言できるものではないかもしれないんですけども、例えばその英語と数学がね、大学受験結構重要ですって言われてる中で、数学に関しては、例えば算数だとか、もう元々数学がね、比較的得意なんですよねっていう子が、まあ部活とか一生懸命頑張って、まあしばらくね、ちょっと勉強をおろそかにしていたんだけども、大学受験にスイッチね、入れてから、まあ1年半とか1年っていう期間をかけてね、一気にこう復習をしていけば、数学は一気に成績伸びてってっていうこともね、まああるみたいなんですが、英語に関してはね、やっぱりこう、5000語の単語を覚えたりとか、いうことがね、まあ単語だけじゃないんですけどね、非常に長い時間をかけてやっていかないとなかなかね難しかったりするっていう面があるので、まあ、英語がねやっぱり得意であれば最後の追い込みがね聞きやすいなんていうことも、聞いたりするんですね、まあ、なのでそういったことを考えても英語っていうのはねやっぱり早い段階でやっていくっていうのは少なからずプラスにも、なってくるのかななんていうことを思ったりするんでですね、最初の結論のお話になりますけども、やれる時間があるのであれば、まあ、無理してやる必要はないとは思うんですけども、英語なんかもねやってみるのは、おすすめしたいなっていうのが今現時点での、僕自身思っていることっていうふうになります。でただですね、まあ、今までねお話した中でやっぱり英語もやっていかなきゃいけないんだよねみたいなふうに思った方もいらっしゃるんじゃないかと思います。まあ、僕自身も今話しててですね、英語やってる方がいいですよって勧めてるような動画になってしまったかなっていうふうに思ったりするんですけど、決してね本当に無理してやる必要はないと思います。自分もねやっぱ振り返ってみて、例えばその小学校1年生とかね2年生とかであれば、まあやれる時間はあったかななんていうふうに思ったりするんですけど、5年生とか6年生の時に英語できたかなっていうふうにまあ考えるとですね、ちょっと難しかったかなってやっぱりそれでも思うんですよ。だからまあ本当にね無理せず、もう今4年生5年生6年生っていう段階であれば無理せずっていう形でね、いいと思います。でかつね、その中学校入ってからっていう話さっき少ししたので、まあその英語っていうことでね、中学校入ってからのお話を少ししますと、やっぱりね中学校1年生からまあコツコツ続けていけば英語はねしっかりマスターしていける子供たちもね、結構多いということもね、聞いたりはしています。中学校入るとですね、例えばその部活一生懸命頑張ってとか、何かこう自分が打ち込みたいことがあってそれをね一生懸命頑張ってっていう子供たちたくさんいるんですけども、まあそんな中でもね英語だけは中学校1年生の時からコツコツ続けていくっていうことをやっていれば、結構ね英語に関してもいい点数取れたり、いい成績取れたり、もしくはね本当に話ができるようになったりっていうところまで、今のね中高生は非常に意識が高いので、まあそういったところもね頑張れるようなんですよね。だから中学校入ってからでも十分間に合うかなっていうところも当然あったりはしますので、まあ、もし今お子様のお話っていうことであればね、中学校入ってから、まあ、1年生になった時にですね、英語だけはどうやら重要らしいよと、1年生からコツコツ頑張っていくことが、後々の、ね、自分の助けになるらしいよっていうことをね、その時にお声掛けしていただくのがね、いいのかなというところもありますので、まあ、このこともね、合わせてお伝えしておきたいなというふうに思います。というのが、まあ、今日のね、中学受験生にとっての英語というテーマのお話になります。まあ、最後にねコピー機の、お話を最後少しさせてください。
まあ、ホームページの方をね、ご覧いただいたことがある方は、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、まあ、弊社のね、このコピー機のレンタルっていうのは、提供エリアっていうのを設けさせていただいております。まあ、例えばその東京に関しては全域、まあ、千葉、神奈川、埼玉に関しましても、ここはね、一部ご提供地域、あとね、エリア外っていうところがあったりします。あと全国でもね、もともとコピー機っていうのは、会社でね、使っていただくものなので、会社がね、たくさんあるような場所っていうのは、まずね、サポート体制っていうのを整っていますので、まあ、提供エリアとさせていただいてるんですけども、まあ、残念ながらね、その提供エリアに乗っていない地域の方もいらっしゃると思います。で、弊社もね、その場合には、メーカーのサポートっていうね、部署があったりしますので、まあ、そこにね、委託をする形で、提供させていただくっていうことはね、可能になっております。なので、ホームページ見ていただいてですね、お住まいの地域がエリアとして載っていないなっていう場合でも、メーカーのサポートっていう形でね、ご提供可能になっていますし、実際ね、だいたい 5% ぐらいのお客様ですかね、エリア外のお客様からのお申し込みもいただいておりますので、エリアとしてなっていないお客様いらっしゃればね、お気軽にお問い合わせいただければというふうに思っております。まあ、これからもね、中学受験関連のお話していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。それとね、動画の高評価もいただけると嬉しいです。まあ、この辺にね、高評価ボタン、グッドボタンってあると思いますので、最後に押してね、他の動画に移っていただけたらなというふうに思っております。ではね、また次回の動画で皆さんお会いしましょう。バイバイ。受験合格。